2024年の F1 シーズンにおいて、フェラーリ・トルノーは厳しい状況に直面する可能性がある。これは、全24レースを通じて、各チームがパワーユニットを3機しか搭載できないという制約があるためだ。対照的に、メルセデスとホンダは、同じ条件下でも、3つのパワーユニット仕様で塗り切れると報じられている。過去の2023年シーズンにおいては、FIA ・国際自動車連盟は、 22レースと6つのスプリントレースを含む豊富なカレンダーを採用し、各チームに対して、追加のパワーユニットを1台使用する許可を出していた。しかし、モータースポーツイタリアによれば、メルセデスとホンダは、2024年シーズンでも、引き続き、3機のパワーユニットで臨むことになる。フェラーリ・トレノーにとっては、昨年は、4機でのレースが許可されていたにもかかわらず、パワーユニットの最適な活用が難しい状況だった。これに加えて、 2024年シーズンでは、一つのパワーユニットあたりの走行距離制限が増加する可能性があり、これが、チームにとって、大きな課題となる。一方で、フェラーリのチーム代表であるフレデリック・バスールは、2024年のシーズンに向けて、車の性能向上に集中する必要があると強調している。彼は、新しいエンジンレギュレーションが見られる2026年までに、チームの進化を遅らせる目的があるとの見方も示唆している。バスールは 2024年の新型車両は、従来の SF23 から95%も異なり、チームは、コンマ数秒のパフォーマンス向上を追い求めていると主張した。コメント、PU のマイル数は、いきなり向上というわけにはいきませんから、フェラーリ・トレノーにはハンディですね。